こんにちは。Room to Grow というゲームです。ついに出たかという感じのゲームですけど、やっていきましょう。動かす操作を取り消す。誰が動く？それが動くんだ。で、これをこうっていう感じのゲームです。サボテンいいよね。に、ああ、なるほど。これをこちらへ。ゆるい。あ、次のステージ、ちょっと待ってね。キーコンフィグで次のステージの入力をスペースの方が片手で操作できるかな。これを真ん中にいるんだけど。こうですよね。この辺の動き方はトレーラーを見ててなんとなく知ってるっていう感じだけど、活用方法が全然見えないというのが怖い。真ん中に置いてあるやつ注意ですね。なんかこのすっとぼけた感じ、スネークバードの匂いを感じる。スネークバードの匂いを感じるっていうのは、これは危険な匂いなんで、逃げた方がいいやつですね。こっちに押して上から、こう。なんでこんなところが、ルートがあるんだろう。これは動かないよね。これは動かない。あ、ここ下行かないんだ。そっか、こういう風にルート上に壁が存在する場合じゃないと押すことができないんだ。じゃあこれを上に押し上げるのはどうすればいいんだろうかってなるよね。だけど、それを今度は右に右に押さないといけないんだけど、これじゃあダメじゃろ。自分で自分を押すみたいなことやったらどうなるんだろう。あ、それはできないんだ。ホーム、このルートがある意味はこういうことなんだろうな。でもそれだったらぐるっと回るの作れなくない？だよね。引っかかるもんね。引っかかるって分かった状態で押すと、あ、上には行かないんだ。なんか、接触はするけど、持ち上げるところまではいかない。こうしてから、こう。左下がある意味は気球なかったじゃん。わからん。まだ高みまで到達できてない気がする。右側に押すことができればいける。こう4。星がついてるついてないってなんかあるのかな。右に1回、下に1回。右に押すのはそのまま自分で押しに行けるよね。こう。星がついてないステージってある？今んとこないね。5。左に一押し。だけど、一旦スタート地点が、あれなので、抜け出して、はぁ、こっち、こう来てから、こう。そうなんだ。左に2回。左
左に2回。こうなのを、ああでももうこれ取れないもんね。こうか。これ脳みそのどの部分を使えばいいのか分かんないな。いいパズル。右に蓋を押し、でも押せる場所はここしかない。だからこう囲んダメか。一回上に行くっていうのを挟まないとダメだね。一回上に来てあの鉢をどけてからこっちに2回。いいね。今のところ大丈夫だよ。ダブルです。加工、これって、そうなるんだ、やっぱり。こっちじゃない。いきなりこうなのか。いや。うん。右側のサボテンを2つ押さないといけない。左側のは一押しすればいい。右のサボテンを一押しした状態で両側に入れればいいんだよね。このルート潰しちゃいけないんだけど、かといって下に行くと、下に2押しできるようなエリアがない。一押しするためにこういうルート取るんだけど、こっからもう一押しするためには辛いわね。これを下に行けないからね、なんですよね。そこで行って帰ってきてっていうルートを作ることができないから、もうサボテンって囲む以外で押す方法はないもんね。下に下がることのメリットはあまりない気がする。一歩下がる。こう来た後に、もう一回上に戻れるといいんだけど、上に向かってサボテンを押す場所はないから、それはだきんいいわね。ふん、なんか詰まってね。このルートを作っても嬉しいことなし。
これを押す、これを押せる。ここなんですよね。ここがないから押せない。何これ。何それ。サボテンが消える。サボテンを消す回答ってあるの？サボテンがいなくなればいいっていうのある？片方サボテンを消して、あれ？ああ。あらら、なんか納得感はないけどな、それ超詰まってんじゃん。消した後にあの子をにアクセスする道が単純に今見つかってない。どっちかの子を消してもう一人を下に落とす。内側に入ってくるのは良くない。でもだったらこう、いやこれが逆になるんだよな。なんか進行方向と逆に向かわないとサボテン潰せないから、だったらこうなんだけど、そこの、そうだよね、そこのそれが邪魔だったんだよね。ちょっと一回他のステージ見に行っていいですか？なんかこの、潰すステージなのっていうのがよくわかんない。二つ同時に入れないといけないステージなのか、一つ消してもいいよって言ってるステージなのかの判断がつかんかな、今。どうやって？
これをやる上で、これを潰すかどうか問題。何かと接触すると消えます。これ下に押せれば、だけど自分のスタート位置が下にいるから下に押すことはできないか。実はこことここの壁は使えないんじゃないかな。じゃあ一旦上に上がった後に下がるみたいなことをしないと使えなさそう。ここから上に上がれれば、あと、あ、上で引っかかってんのか。そっか、ここだ。ああ、ダメだね。そういうのじゃないわ。全部入れてねだ。全部入れてねだねっていうのが分かった上で、8。なんだ、なんか難易度が爆撃的に上がっちゃった。やりたいことはシンプルなんだけど、こんなに？こんなによくわからないことがある。2歩下げるには一番下のラインに出てはいけない。左と右に大きく開いてるんだけど、左や右に押す場所はここなんで、ああこうでいいのか。囚われてたね。だいぶ囚われてたね。一発で決めないといけないという呪いに思考が持っていかれてた。だ、そんな難しくないよ、まだ。これは左に1個持ってってから上に2つ。だから左に一押しできて、こうやって囲うと押した後に出られないから、その囲い方はあんまり良くない。この方がいいのかな。何が？はん。2つが固まって上にリフトアップされるようなものが作れると嬉しい。だけどこの囲い方が頭があまり良くない。これはあまり、あ、でもいいのか。このままこれでいいのか。壁であって壁じゃないんだよ、お前らは。そうだよ、サボテンなんだ、私。動ける壁だから、壁があって動けないと思ってはいけないんだ。壁自体が移動するんだ。
ほわーん。左と、こう行きたくなる気持ちをこらえて、この子を、こうしないといけないから、これを下に下ろせばいいんだよね。ああ、そうだよね。そこではダメだよね。下おお、なんかできちゃった。普通に左に押すんでいいんかい。なんかステージの空きスペースがよくわかんないね。右と上、右に押すためには、これを上に上げるとよくて、こう。オッケーオッケー。ダブル。頭とお尻で押すみたいなイメージなんだけど。押す場所がない。あるある。ここでこう来て、左右に押すのがここしかないんだけど、ここで押せないから、じゃあ無理じゃない？これ押してから。押してからこっちか。なるほど。格納所だ。サボテンが自由に動けると動かしたくなるけど、別に動かさなくてもいいよ。広い。なんかこう抜け出してみて、抜け出すとこれをこうできたりして、こうだ。なんかできちゃった。空きスペースがめちゃくちゃあるから不安になるわ。左に入って右に一押しすればいい。押せる場所があそこしかない。逆だわ。逆だったわ。押せるのがここか。それは無理なので、押せる場所を確保してから線を引いて押す。いいね。下と右。
ブーム。こうなってるものをこう持ってきてから。ああ、ダメか。ダメだよね。引っかかんね。だって行ったらもう、行ったらそれっきりだから、頭とお尻使うんだと思うんですよね。で、スライドできるのが、ここだから、ここにお尻をこの形で持ってくるんかなと思ったんやけど、まあ、違ったので、一旦引いた線の形状は変えようがないので、これ終わりだわ。頭突っ込んだら負けなんだ。行き止まりに。なんだこれ。なんだこれ。こうなってるパーツとこう伸びるパーツが必要で、スタート直後はこう曲がるが確定のように見えるんですけど、こうやって動くのが確定のように見えるんだけど、この形をここに持ってきて自分がここにいるっていうのは、左に一押し、上に二押しなんですよね。左に一つスライドして上に二つスライドする。こうなんだけど、あれ？できてるの？違う違う違う、これをやるとここが引っかかるんだね。今度はこうか、こうか。なるほど、なるほど、なるほど。おもろい、おもろい。なんか答えを見るとそりゃそうやんってなるんだけど、むずいな。これってなんか押すと小さくなるんだけど、なんだこれ。あ、もともとゴールにいるってことね。
最後に。上に自分をスライドさせに行きたいんですよ。だけど下をキックして上に行くことになるから、下にパーツが残るっていうやつで、どうやって上に行きゃいいんだ。こうなんだけど、こうなんだけど、そうなるでしょ。あ、でもこれちょっと惜しいのかな、惜しいのかな。あー、すげえ面白。できた線はめちゃくちゃシンプルなんだけど、そうなるんだっていう動き方をしないと作れない。おもしろいね。パズル面白ロボットが今反応しました。左に一押し。左に押す場所ってないんで、じゃあ下に押して右に押して上に押してっていう風にやらないといかんってことか。あー、むずいかも。それむずいな。違う。一旦こう来たものをこっちにやって、いやでも考え方はそうなんですよね多分。でこうす、何をしてるんや。もう一、お違うやんけ。なんかこの子を囲うような形にしないといけないんだわ。こうなってからの動きなんだけど、こっちに回るとちょっとあれだから、これが早いのかな。でも今行かないとサボテンがここに来ちゃったらもう押せないから、こうなんですけどね。じゃあこっちから行くか。こっちから行く場合は、あ、左に一回押せればいいだけやったんだ。なるほど。だこれはこうでよかったんだね。で、それをやるならそうなるよねってことなんだ。左に寄せてから、左に寄せてから、あれを上にやればいいから、自分がここから離れないといけない。左には押せるけど、あのサボテンが上には押せないようにしたい。こうなってこう。あー、頭がいい。オッケー。じゃあ今回はこの辺りまでにしましょうか。面白いですね。では。